短い夏が終わりを告げようという頃、私は博士と管制の中に帰ってきた。秋、サポーターを飲み込んだスタジアムで私は大きく深呼吸をしていた。冬、底冷えのする観客席で私は明日のヒーローを占っていた。そして春、私は大きな声で歌っていた。この思いは彼らに届くんだ。ワールドサッカーウィニングイレブン6ファイナルエボリューション。フットボールファンの皆さん、こんばんは。コナミスペシャルマッチ、ブラジル対ナイジェリアの試合をお送りいたします。解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。中西さん、今日の試合どう予想されますか？両チームとも縦に速い選手が多いので、カウンターを警戒するべきですね。なるほど。
ここで両チームの選手入場です。ブラジル対ナイジェリア、この勝負は見ものです。ではスターティングラインナップをご覧いただきましょう。まずはホームのブラジル、続いてアウェイのナイジェリア、画面ではこの試合の予想フォーメーションを表示しています。キックオフで試合がスタートしました。どういう試合になるか楽しみです。ゆっくりとボールを回します。ショートパス、ここからカウンター、アガホは前へ、さあここからロナウド、力強いドリブル、スピードありますよね。リスティング、キーパー反応した、うわー決まった、早くも先制点を挙げました。さあもう一度見てみましょう。ブラジル、しばらくは大事な時間です。9番、これはいけない、ヨボ、輪にボールを送る、こういうボールをチャンスにするとです。前、縦に出します、速攻、ズバッと打った、弾いた、ロナウド、センタリング、リバウド、これを弾いた、センターに戻します。ウエスト、前に送って再び取り返す、10分経過、激しい奪い合い、エメルソン、前方へ、ボールは中央へ、ロナウド、怒涛のような、おっと打ってきた、弾いた、ピッチの外にボールが出ました。セーフティーに行きました。ナイジェリア、なかなか得点できませんね。中西さん、はい、ボールを試合していても勝てない時があるんですよ。これもまたサッカーですね。前半15分、持って上がる、素晴らしいコントロール、ロベルト・カルロス、ゼロベルト、前、アガホは、これはファールです。ソドジェ、前、ウエスト、頭でつなぐ、コントロールしています、巧みな、とここで前方へ、中に入れる、入れさせません。ヨボ、縦に出します、これはコーナーキック。ナイジェリア、左サイドからのコーナーキックです。ヘッド、わずかにそれてしまった。ナイジェリア、同点ゴールならず。これは決めてほしかった。20分経過。オコちゃん、味方を下げ、あっと大きく前方へ。ここでカット。エメルソン、おっと前に送った、来た、リスティング、取り返した。前半25分、オコチャ、どうするのか、エジミウソン、前方へ、これは笛です。
さて中西さん、はい、ブラジル左サイドを攻め込まれています。外で張ってる選手があまりいないので崩されてるんじゃないですかね。止めた、前9番副審がファールを取りました。オコチャ縦に出します、頭で落として前半30分過ぎました。チャンスですね。ロナウド縦に出します、チャンスですね。リバウンド行く行く、ここからシュート、ゴール、ブラジルさらに追加点。このまま集中力を切らさずにいってほしいですよ。ただいまのゴールシーン今一度ご覧ください。